わー、YouTube の皆さん、こんにちは。マギシです。イースタンはですね、ディズニーイースタンだけじゃなくて、祭りなんですよ。ドイツの祭りなんで、まあ、ちょっとそういう話を今日やりたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。で、日本に住んでる方だと、無宗教とか、こう、神道とか仏教の人は、たくさんいるかもしれないんだけど、ドイツだと、まあ、もちろんいろんな宗教を持ってる人はいるかもしれないんだけど、その中で、特にクリスト系の人、カトリックと、プロテスタントの人が圧倒的に多いんですよね。で、イースタンは、そういう、まあ、教会と関係する祭りであって、もともとは、イエズス・クリストがこう生まれ変えたっていう、まあ、そこから来た祭りなんですけど、実際何をやるかというとね、すごい楽しいんですよ。卵を食べます。ドイツ人だとね、普通に卵を食べるんですよ、日本人みたいに。卵を食べるんだけど、1年に1回、朝ごはんにもう山ほどくらい、卵を食べるんですよ。まあ、そのぐらいに、その祭りっていうか、そのイースタンが、まあ、ドイツの文化で大切になってるんですね。そうすると、そのイースタンになると、スーパーの中でもすごい可愛い卵を売ってるんですよ。こう、色違いのさ。普通だったら卵って白いじゃないですか。白か、あるいはこう灰色じゃないですか。でもイースターになるとそれがこう赤とかこう色がついた可愛い卵だったり、あとチョコも普通だったらこうよくわかんないクマちゃんのこう見た目とかしてるかもしれないんだけど、イースターになると卵の形だったり、あとウサギの形だったりします。そこはまあ日本でもまあ似てるかもしれないんだけど、大きな違いはどこでも卵を、まあ、絵の具をつける、素晴らしい、すごいことがスーパーとかで売ってます。そうすると、まあ、子供のある家庭だったら子供と一緒に、卵に色を塗ったり、あとはですね、卵に色を塗るんだけじゃなくて、こう、ペンみたいな、その、食べて大きなペンも売ってるんですよ。そうすると、卵に、可愛いイラストをしたり、あるいはこうキラキラしたり、その全部食べて OK な色はいろいろ売ってるので、まあ、アートとかお子様がいる方だったらこう卵に色を塗るとすごい楽しいと思います。であとはですね、その卵に色を塗ってどうすんかって言うとね、ドイツだと一軒家を持ってる人は日本より多いかもしれない。でそうするとお庭に卵を隠すんですよ。で卵を隠してそれをお庭の中で探すんですよ、子供たちが。でそれをこう探して朝ごはんでこう全員ちょっと食べる。なので朝ごはんは特に卵が多いんですよ。1年の中で一番卵を食べるのはイースタンですね。そしてその地方も関係して、だから例えばその住んでる地方の中にお子様のためのイベントも開発されたり、そうすると一番こう卵を見つけた子にこう何かこうプレゼントをあげるとか、でそれが大体その町の中の一番大きい公園で行われるイベントになってます。うちも子供の時それがすごい楽しくって、いつもなんか妹と一緒に、普通はこうライバル感があったかもしれないけど、そのイベントのためにだけ2人でこう協力してもう頑張って卵をいっぱい探しておきました。あとはですね、卵を探すっていうと、あとはですね、そのうちの中を、まあ、すっごい、まあ、ドイツの、まあ、専業主婦か、まあ、主婦たちはすごいうちの中もイースターにめちゃくちゃこうね可愛いデコレートをするんですよ。なのでもうその時期になるとうちの前にこう、ね、小さなウサギだったり卵だったり、うん、いろんなあちこちでお店の前で見かけますので、まあ、すごい可愛いんですよ。なので日本でもそのイースターの祭りみんなどうしてますか？こうみんななんか卵に色を塗ったことありますか？そしたらそのイースターはやっぱり彼氏と一緒にディズニーイースターに行くとか、やっぱり日本人にとってイースターってみんなどうですか？そんなことありますか？こう家族と一緒に。ぜひそれを、まあ、よかったらコメントで教えてください。あとTwitter もやってますので、よかったらフォローしてくださいね。ビストネスマイチュース。